どうも、バルーンのジョーです。今回はこの魚を作っていきます。ワンバルーン1本で作れるんですけど、かなり最後のこのここまでギリギリに使いますので、すごい調節がちょっと難しいかもしれませんが、ちょっとなるべく一個一個小さめに作ってみたらいいと思いますので、頑張ってチャレンジしてください。では作っていきたいと思います。はい、それでは説明していきます。まあ、好きな色の風船を1本出してください。これを膨らませます。だいたい風船は60センチぐらいの長さで、尻尾が11、2センチぐらい残ってればいいですね。はい、そうしましたらまず、5センチのバブルを作ります。5センチほどですね。はい、その次に3センチのボールを2つ作ります。ちょっと柔らかめの方がいいかもしれません。少し柔らかめで作って、このボール2つをひねり合わせます。はい、でこの2つを一気にピンチツイストします。ちょっと割れやすいので気をつけてください。こうですね。はい、ピンチピンチになりました。で、また5センチのバブルを作ります。はい、その次にまた3センチを作ってピンチツイストします。3センチピンチツイスト。はい、そうしましたらさっきの5センチよりちょっと長めで6センチぐらいを気持ちひねってください。6、7センチぐらいですね。はい、この先にまた丸作ってピンチツイストします。これも3センチぐらいですね。はい、そしたらこの口巻きをこのピンチツイストに絡めます。はい、次に、7センチほど、8センチぐらいですね、8センチぐらいのツイストをして、その次に約15センチぐらい、はい、15センチぐらいをひねり、さらに15センチひねって、はい、これをツイストします。こうですね。7センチ、8センチぐらいですね。8センチ、15、15ですね。はい、でほどけやすくなるので風船をこのツイストの間に通してください。ただほどけなくなりますからですね。はい、次に、7センチのバブルを作り、もう片方のこっちのピンチツイストに引っ掛けます。はい、で残ったもので、6センチをひねって最後のこの反対側の一つのピンチのところに絡めます。はい、で、ここをループツイストしますね。こう開いてここをループツイストしたら完成です。はい、これでお魚ができました。目を描いていきたいと思います。はい、まあ、丸でもいいですけど、魚釣りとかでこう竿をつけたりですね、風船で作った竿をつけるときにはバツを書いてちょっとやられちゃった風に書いても可愛いかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとですね、一本一本丸々作るんで空気調節がすごく難しいので、なるべくちょっと一個一個小さめに作った方がもしかしたらいいかもしれません。で、最後もですね、この背中、背びれをイメージしたので、尻尾を残したものをここに残してますが、これもまあなくても尻尾をここに絡めるだけでもいいと思いますんで、ちょっと練習しながらちょっと空気の量とか大きさ調節してみてください。
では一本で作る魚の説明は以上となりました。もしよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では